三影クラッセは、兵庫県神戸市東灘区三影中町三丁目にの、市にあるライフスタイル型のショッピングセンターである。地上5階、地下1階のべ床面積約4万1000平方メートル。阪神で鉄三影駅北,北側に位置し、三影工業高校跡地に2008年3月20日に、オープンした。運営は、重症アーバン開発株式会社。 開店直前の三陰クラッセ2008年3月7日、撮影阪神電車に加え、主要幹線道路である国道2号、国道43号、山手幹線からも近く、三陰駅に神戸市、バスターミナルもあるため電車以外のアクセスも充実している。阪神百貨店三陰店を中核とした約70のテナントが出店している。出店構成は、 1>, 1階が食品並びに日用雑貨専門店やファーストフード店。2階が婦人服並びに服飾雑貨専門店。3階がファッション専門店並びに服飾雑貨、レストラン。4階が書店並びに多目的ホールとなっている。地下1階並びに5階は駐車場である。阪神百貨店は1階と2階の西側半分を 占めるカクテナントとして出店し、地元の人が毎日通える百貨店をコンセプトに、段階世代の主婦を主なターゲットとして、頑固、フードサービスの新業態一号店を含む総菜、菓子、生鮮食品などの揃う梅田本店と同様の、いわゆるデパ地下形式の食品売り場を1階に置き、食品に強い阪神百貨店らしさをアピールし、2階は、婦人服や、 生活雑貨を中心とした売り場構成としたが、肝心の食品売り場の不振が深刻で2009年3月期で、年間売り上げ約29.56億円と、目標の50億円を大きく下回ったため、開業から1年半弱の2009年8月5日に、不振だった食品売り場の75%に当たる2080平方メートルを兄弟会社の 食品スーパー阪急オアシスの経営に切り替えて縮小して各店舗が阪神百貨店と阪急オアシスの併村に移行しその後も阪神百貨店の売上不振と赤字が続いたため2011年7月24日には阪神三陰の2階売り場を閉鎖して2度目の規模縮小を行って 売り場面積804平方メートルとなって、百貨店とは言えない規模にまで縮小して、阪神百貨店は、各店舗とは言えなくなり、現在の各店舗は、阪急オアシスとなっているが、阪急オアシスは2012年4月12日、サラダなど総菜を強化する改装を行うなど、高級食品スーパーとして、順調に売り上げを伸ばしている。ありがとうございます。